皆さんこんにちは。今日は私のステンレス溶接跡の焼け取り方法を紹介します。マイナス端子となるステンレス板を磨いています。何回か使うと青いサビみたいなのがびっしりつきます。前回使ったウエス、放置してたらボロボロに。使う液体はサビ取るネオ。さっき調べたらデザイン変わってた。楽天、ヤフーショッピング、アマゾン、販売してました。使う電源は 13.8V、最大 5.2A、無線機に使ってた安定化電源です。電流監視用に電流計をつけています。こういうの使えば電流計ついてていいですね。プラスのクリップを母材につけます。マイナスにステンレス板をつけ、ウエスで包みます。ウエスにサビ取るをつけて、溶接跡に塗っていきます。試しに、電源入れずにやってみます。綺麗になりませんね。どんどん焼けが取れていきます。ステンレス板が直接母材に当たるとショートします。気をつけてください。強く当てすぎたり長く当てすぎて大電流が流れると電源のヒューズが飛ぶと思います。白っぽくなっています。水洗いしてみましょう。だいぶ綺麗になったけど、少し白ぼけてるかな。ピカールで磨いてみます。私は大きい缶使ってますが、よくあるこれです。
きれいに取れました。バフが入りにくいところでもこれなら大丈夫です。鱗の模様はちゃんと残っています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して次回もよろしくお願いします。